竹チューバーさんのチャンネルでも紹介されているガラス製のセッティングボードを Amazon で購入してみました。これは本来パソコンのモニター台なのですが、 Amazon でラジコンセッティングボードで検索をかけるとなぜか出てきます。値段は約1500円です。サイズはこんな感じです。台の裏に金属製の足をねじ込んで組み立てます。重量は約 1.5 キロです。開封します。組み立てをします。まず六角ネジを天板にレンチ等でねじ込みます。次に足をねじ込みます。足には高さ調整のアジャスターがついています。天板にステッカーがついていますので剥がしますが、糊が強力で厄介です。クリーナースプレーできれいにしました。台の下にスペースができますので、工具箱を置いたりできます。サイズは10分の1ツーリングにちょうどいいです。いつもはこういったセッティングボードを使っていますが、サイズが大きくて持ち運びに不便な時もあります。通常のセッティングボードはキャリーバッグにはすっぽり入ります。しかし、リュック等に入れようとするとサイズがキツキツです。映像ではなんとか収まっていますが、他の荷物を入れるとパツパツになってしまいます。今回のセッティングボードならリュックに入れても余裕で入ります。もちろんセッティングボードとして車高測定やリバウンド測定などいろいろ使い道はあります。今後お役に立ってくれると思います。